よく考えたら英語の試験って受からなかったことってないのかな。全部一発合格な、毎日単語帳と格闘した。で、一番難しいと思ったのはやっぱり今回は始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回はですね、英語試験マニア、もちろんですが、持っている資格たちということでですね、今まで自分が取ってきた資格を紹介していきたいと思います。英語の資格いくつ持ってるんですかとかですね、聞かれるんですけど、マジでわかりません。いくつあるのか。で、記憶にあったものだけ書き出したんですけど、おそらくもっとあると思いますね。なぜなら、さあ、動画撮るかって言った時に、あれ？これもじゃない？これもじゃない？っていうのがいっぱい出てきたりとか、本棚見てたら、あ、これも撮ったなとかですね、そういうのが出てきちゃってるので、多分もっといっぱいあると思いますが、とりあえず紹介していきたいと思いますね。はい、まあまず皆さんが知っているのはそうですね、トイック満点。まあ今トイック、Listening and Reading っていうね、L&R っていう名前なんですけども、それが92回の満点ですね。92回ってね、結構大変でした。まあ普通の公開テスト、そして IP テストっていうね、団体受験っていうのを昔受けてたんで、そこでもたくさん取りましたし、あとはいろんな国で取ってるんで、アメリカ、カナダ、フランス、ニュージーランド、韓国かね、全6カ国、日本も入れれば、で、満点を取ってますね。まあ何の意味があるんだって言われたら、一応ね、トイックの講座やったりとか、まあメンバーシップで流してますけど、トイックの研究してるって感じです。トイックっていうのはやっぱり公開されてない試験なんで、受け続けないと分かんないことってたくさんあるんですよね。で、トイックスピーキング&ライティング、S&W って名前になってると思いますけど、今は。これも何回か満点を取ってますね。年1、2回ぐらい受けてると思います。で、スピーキング単体での満点も何回か取ってるはずですね。そこの試験はスピーキングだけでも受けることできるんで。で、皆様がご存知なのは英検1級ってやつですよね。留学して戻ってきて、東大の時かな、取ったんですけど、まあ本当単語難しいですよね。単語は覚えらんなかったですね。単語は全然ボロボロでしたけど、リーディング、リスニングは全然簡単だったんで、取れたっていう感じですね。ああ、懐かしいな。英作文の時もトイレ我慢できなくて行ったな、そういえば。走ったら静かにしろって言われたの記憶にありますね。語彙全然できなかったから、ああ、ダメなのかな、受かんなかったんかなって思ったら、受かりましたね。びっくりした。よく考えたら英語の試験って受からなかったことってないのかな、もしかして。合格不合格のあるやつでは。全部一発合格な気がしますね。で、英検級よりも難しいものといえば、国連英検特 A 級ですね。これね。こういう国連の知識とかもね、覚えなきゃいけない非常に厄介な試験なんですよ。で、一応国連の知識が一番簡単なんですけどね。特 A 級と A 級両方受けられるんで、一緒に。だから両方受けたんですよ。で、A 級の方は表彰されましたね。成績優秀者で。あのね、外務大臣とかいるところでね、一人だけね、スーツ着てなくてめちゃめちゃ恥ずかしかったっていうのね、覚えてますけど。懐かしいな、面接の時とかね、すごい行きたくなかったんだよ。ああ、やだな、やだな、って思ってね、ほんと寝れなくて。いざやったら、すんなりできた。まあ、準備してた。こともいっぱい喋れましたからね。で、次が通訳案内士。まあ、これもね、撮ってる方結構いるかなと思うんですけど、一生懸命勉強しましたね。何の勉強をしたのかって、やっぱ日本史を一番やりましたね。スタサップのガイツさんの授業を受けたりとか、世界史選択だったんで、日本史を一からやったりして、あと地理。ね、そう、白地図買って山とか川とか覚えましたね。日本史センター試験でね、代用できるんで、まあ今は共通ですけど、考えれば解ける問題がすごく多いのに対して、通訳案内士の方は記憶してるか覚えてるかなんで、全然違う試験でしたけどね。で、ちゃんと受けましたよ。で、英語も別に TOEIC とかで代用できるんですけど、やりました。そう、試験マニアですから、試験受けたかったんで。で、ここでニュース、時事検定とか受けて、一般常識の勉強もしたんで、なんで英語も受けたし、一般常識も、日本史、地理、一般常識全部やりましたね。面白かったですよ。で、二次試験、面接。で、何についてだったかな、忘れちゃいましたけど、なんかについて説明する。これもできましたね。説明するやつも通訳も、まあ、できたなって感じでした。通訳はですね、ボランティア通訳検定っていうのを取ったんですよね。それが終わった後に通訳の試験になるんですけど、そこに行かないでボランティア通訳試験を受けたら、その試験なくなっちゃったんですよね。最後の受験者なんですよね、僕ね。まあ、それは結構できたかな。あ、そう、結構できたとか、そうだそうだ。成績優秀者でなんか書いてくださいって来たんだ、そういえば。ありましたね、そんなことも。で、一番難しいと思ったのはやっぱり、ケンブリッジ英検 CPE。まあ今、Proficiency って言うんですけど、僕が受けてた頃よりは簡単になってますよ。
もっと難しかったんです昔は。いやこれはむずい、むちゃくちゃ引っ掛けもやらしいし、知識もめちゃくちゃレベルの高いこと聞いてくるし、そもそもやっぱケンブリッジが作るのってね、ライティングがめちゃくちゃ難しいんですよ。でしかも面接はね、このもう一人いるんですよ、二人でねこうやるんですよ。いやあれは難しかった。あそうか、思い出した、河合塾で FCE 受けたな、そういえば。あれ面接満点だったかな。河合塾のやつで受けられる一番上が FCE なんですよ。そうだ、波数だったから3人だ、3人で面接だったんだよね。横3人いてネイティブと面接っていうね。いやこれでもまあカナダにいた時すごい勉強して取ったんですけど、あれがまあ一番勉強してましたね。あの時が一番英語力が高かったんじゃないかと今でも思ってますね。まあ英語圏にいましたからね。でまあ IELTS トフルしばらく受けてないですね。 IELTS 8.0 トフルは115まで取ったのかな。その後、まあ、トフルどんどん難しくなってますしね。でその他取ったのが、あ英単語検定単検取りましたね。単検1級取りましたよ。過去問分析して、あこれパスタンやっても受かんねえって思って、アルクのね SBL っていうののレベル、あこいつが元本だなっていう風にね気づいたんで、そこだけ勉強してったら簡単に受かれた。ただね訳語がその本に載ってるものとはずれてたりするんで結構厄介だったの覚えてますけど、いやこれなかなか大変で、毎日単語帳と格闘した。まあ、単語覚える自体はね嫌いじゃないんで良かったですけど、ただ全部頭に入るかって言ったらそんなこともないんで、いや大変でしたね。であとは英語発音テスト EPT か、まあ、これも満点取りましたね、はい、発音ので発音指導士っていうのを受けれるんで、高得点者は。それで指導士の資格も取りましたね。はい、安河内先生が作ったスピーキングのテストも受けたな、そういえば。 ECAT でしたっけ。まあ指導っていうのだとケンブリッジのセルタですね、セルタ式の教授法っていうのを1ヶ月神戸行ってやりましたね。あれは楽しかったな。英語ネイティブたちに囲まれて国内留学してるみたいな感じだったから、あれは楽しかった。でアメリカで取ったのはテフルっていうですね、英語教授法のやつですね。まあテフルの方が理論いっぱいやりましたね。実践はほぼほぼなかった気がする。理論とか勉強の方が多かったですね。それに対してセルタは実践がほとんど、実践的にどうやってやるのか、そして実際教えるっていうやつで、他にはまあティープの満点取ったりとか、GTECCBT も満点取りましたね。そういう風に受験生向けの新たなね試験とかも出てきたら取るみたいなね。ああそっか、英検の CBT が始まった時に最初の日に3級、準2級、2級取ったね。大英検も取ってるわ。準1級持ってないな、でもまだ。あそういった意味では子供向けのも受けてますね。トフルジュニア取ってますもんね。でトフルエレメンタリーも取ってるわ、レベル1レベル2。そうだよ、小学生と一緒に受けたわ。椅子に座ってみんな足がつかないの英才教育を受けてる子たちなんだろうけど。あだったらトイックブリッジもそうですね。トイックブリッジの LR、SW 両方受けたかな。こういう風にね次々頭に浮かんできちゃうんですよ。あのこの試験もやったな、この試験もやったなっていうのがね浮かんじゃうんで。あと工業英検2級もう名前変わっちゃいましたよね。テクニカルなんとかになっちゃいましたね確かね。1級は確か TWICE のコンサートと重なってて受けられなかったんですよね。受けないやで、ね、名前変わっちゃった。観光英検もまだ受けたことないな。であとは国際英検レベル1っていうのが一番上なんですけど、なんかアメリカのサンディエゴかなんかで作られてる試験だったんですよね。なんかすっげえ古かったんですよ。リスニングとかもう90年代の内容で、って思って、多分更新してないんじゃないのっていう感じで、今あるんですかね。 GTELP とかいう名前でしたっけ、何でしたっけっていうのも受けたりしましたし、あとなんかおもてなし系のやつっていろいろできたんですよね。名前も忘れてしまった。それも取りました。もう全然オリンピックやつなくなったから CM 見なくなりましたけど、一時期なんか結構出てきてて受けたんですよね。大人用の GTEC は何点だったかな、それも受けたなという感じで、もっともっとたくさん受けてると思うんですよ。でもね記憶にないです、受けすぎてるんで。はい、こんな感じですね。資格マニアです。まあもしかしたらねまだまだいろんなのに挑戦していくと思います。まあ本当に毎年試験っていうのは生まれて消えていくので、今後の挑戦にもご期待ください。まあ、あんまり時間がないですけどね勉強する。まあ編集マンとかね雇って編集を減らしてちょっと勉強の方に当てるかもしれないですね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.